どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。では頂上決戦で、ね、やっていきますか。今回は、先手されちゃうね、クラシックモードね、いきましょう。クラシック、今日日曜なんですけどね、昨日土曜日でクラシック来てたんですけど、ちょっとね首を痛めまして、まあ、寝違えなんですけどね、寝違えて、動画全く撮れなかったん で今日はちょっとマシにはなってきたんで、やっていきますか。先生取られたんでキャラ選べるね。マキシマビッグどっちかな。マキシマ欲しいな。でもビッグの方が優先かな。マキシマとリョウ、リョウ行った。ハテナでいいかな。ハテナ行こう。ブライアンマッチはチャンコーハンとシェルミ。めっちゃ硬いね。防御いっぱい取ってるな。クリスとジョー、いやジョーより前かな。防御3体なんで1体余るんでね、多分キムが余るから、キムとブライアンとヤシロで、まあ防御はそんなにね、弱いってほどでもない。ね、特にな、あ、マリーか、マリー出てましたね。マリーが出てた。キムとマイは置いとこう。キムとね、まあブライアン置いとくかな。両方これでいくか。結構向こうの人は防御型が多いな。マキシマとチャンもいるね。でマリーもいるでしょ。まあ、火力はそんなに ないっすね。火力キャラはあんまいないんで、これはこのままでいいかな。ここまで行こう。このまま行って、マイスキルいいね。マイスキルは怒り上げあるから、クラシックだと結構役に立つっすよ、マイは。お、シェルミスキル出ない。これはね、このままでいいかな。このままいって使おう。ブライアン使って、ブライアンスキル出たから回復できますね。この回復が地味に強いからね。で次、前打てば、このビッグのゲージ溜まります。青昇降剣、ジョーも使うよね。ここでシェルミーがね、スキル出なかったらいいんですけどね。シェルミー。よし、出ない。よしよしよし、いいよいいよ。いい感じ。それならビッグも必殺打てるからね。でマイと、ビッグ打ってから、シェルミ、ちょっとマチュアをケンスかな、これケンスに飛んでいくかな。打ちましょうか。さっきマイやね。さっきマイ打ってビッグ打ってからの、マチュアっすね。さあ軍内、マチュアはケンスに飛んでいくかな。シェルミかな。あー、ケンスか。でここはシェルミを叩きましょうか。シェルミ叩いとこう。うん、あ、麻痺は入らない。でも結構ダメージ取りましたね。でケンスの肉まんはシェルミーとケンス本体が回復かな。これやったらダイモンまだいるか。ダイモンとチャンとマリーもいるね。ほとんど防御型やな。さあシェルミーフラッシュ。うん、キムは割と硬いね。これ結構相手が硬いんで、結構あれやな、時間切れも考慮しとかなあかんな。キムは生きているか。そしたらこのままでいいかな。生きてたら。あー、スキル弱い。キムやられますが、他のキャラは倒せない。ダイモン前。さあ、何で倒すかですね。うん、シェルスキル出た。マッチ、うおー、マジか。ケンス強。ケンスはちょっと減りすぎやな、今のは。こっちかな。ヤシロは使おう。これね、次またシェルミーのスキル怖いな。シェルミーのスキル次第じゃ、マチュアまた沈黙するからね。マチュアもう一発打ちたよね、ここは。スクリアッパー。さあ、シェルミーは、おお、ヤシロガードいいよ。シェルスキルはやめてほしい。スキル出ても前やったらいいけどね。沈黙が、これ。ほらー、言った通りや。言ったらなるんすよねー。うわ、これ倒してまうか、ジョー。倒すならもう前で回収しとこう。あ、倒せなかった。まあ、ビッグでいいか。マリーかチャン出してくるんじゃない。マリー来たね。これシェルミ嫌やな、ほんまに。ダイモン。シェルミ隙やめてほしいな。ガード、ヤシロ。よし、ガードした。ヤシロガードマジ硬いからね、これ。シェルスキルは、よし、危ない。ほんならこれはね、
あ、でもこれ時間切れマジでやばいな。あと向こうちゃんもまだいるしな。時間切れちょっとやばいんでこういっとこう。でここマッチは使ってマリーに飛ばして、軍内時間も考慮せなあかんからね。ここはもうどんどん叩いていこう。お前クリティカルいいね。よしよし。で倒していくんですが、あーシェルミーこれ倒されへんな。そうやってもダイモン叩こうか。ダイモンは倒した。であとちゃんとマキシマこれで終わりやね。時間がでもやばいんで、あーシェルミーフラッシュマジか。シェルミーフラッシュ使えたか。まだたまギリギリ溜まってないと思ったんですけどね。さあマキシマ、わこれやばいな。マイも3体やられるんじゃないの。マイマッチはヤシロ、わーガードしろヤシロ、ヤシロ復活しろ、復活ないマジか。これ結構やばいぞ。クリスとこう行くしかないよね。クリスも今日も使うんですが、おしクリティカルいいね。サロチナギこれチャンコーハン復活嫌やな。チャンコーハン復活すなよ、やめろ。うわー最悪や、もう復活した最悪や。お、でもマキシマ前にする。マキシマ前にしたらチャンスあるぞ。ビッグ打てるからね、こっちビッグ打てるから全然いけるよ。マキシマ前なら多分いけるでしょこれは。さあ軍内いけ、クリティカル、クリティカルは出ないがこの、マキシマ倒せるよね。よし、うわクリスで回収やったな今。ほんで、シェルミーよりもチャンかな。さあこれでこれ次10ターンよね。ここで10ターンなんで必殺は打てないので、多分勝った。 HP 削れるんでこれで、おしスキル全部出た、よっしゃこれ勝ちましたね。うおー接戦やな接戦やけど制した、相手の人はねやっぱ防御キャラがいっぱいいたんで火力がまだ出せなくてやっぱ自利品になるかなと思ってたんですけどね、なんとかそこをうまいこといけたっていう感じもねしました。まあチャンの復活は焦ったけどなんとかね火力キャラで押し切ったっていう感じも、しました。はい、では頂上決戦の続きやっていきましょう。今回クラシックモードね。さあクラシックボタンを押しましたよ。先制を取られてほしいんですよね。お、取られましたね。ってことはキャラ選べます、こっちが。うわー、結構いいキャラ見えてるわ。マリー、メイリー、ヘビーディー、パオかな。メイは取っとこか。メイ取っとこ。パオとヘビーディー。じゃあマリーと、まあ、この場合はハテナでいいかな。結構まだ欲しいキャラもいるけどな。結構、でもハテナでギャンブルしに行こう。クラークとかオロチヤシロ来たらね大当たりなんで、そこを狙って、よしクラーク来た、よっしゃハテナ狙ってよかった。あとはもう防御固めていくだけやね、これはクラークおるから。あ、でもシェルミーは取っとこう。シェルミーヤシロかな、多分ユリが余るんで。そうっすね。でこっちが先制は取ってる、先制ちゃう、取られてるか。あ、クリオロチクリスがいたわ。オロクリは強いな。でもこれこっちクリスいるからオロクリに当てたいね、やっぱり。ユリ捨ててメイ置いとこう、強いからね。でシェルとジョーかな、これでいこう。でシェル使ってからできればメイリーとか打ちたいけど、でクラークで、全滅もいければ狙っていく感じかな。これでもユリをね頭にするとたまにやられるんですよね、ユリ初ターンにいきなりスキル次第で。それが嫌なんですけどね。あ、いけるかな、これは。これならいけるね。そしたら女王でいいかな、前は。いや、女王よりユリか。こっちやね。で、これ使っていこう。ユリ使って、ここはもう全ぶっぱ。全ぶっぱしていく。おぉ、チンがやられかけてるわ。チン倒すつもりなかったけど、危なかった。火吐いて、ブライアン使うんかな。お、もうメイリーゲージ溜まったよ。ブライアン。うわー、あ、シェルミー溜まった。これ、あれやな。これ、メイリー、これシェルミー使うんですが、メイリー、チンに飛んでいったらやばいな。そうなったらやばいんで、やめとこう。次のターンにメイ使いましょう。うん、
これで一旦チームを倒してからね。さあここは何を出すか。両来た。次メイ使ってもまだシェレミのバフ効いてるんでね。お、両やめて。あ、それする？それしたらでもラモンがねスキル出てたらユリに飛んじゃう可能性あるからね。まあ、でもこのままでいいかな。このままいきましょう。メイがね結構ダメージ取るんで。これ。あー、クリティカルは出ない。これでもビップワンチャン倒せるんじゃない？ビップ倒せそうな気もするけど。ビップは倒してる方がいいね、できれば。さあ、貢献。おー、倒した。いいよ。3体倒しましたね。で、リョウと、パオも取られてるよね。確か。リョウと、あとパオと、ヘビーディーか。じゃあ、あとパオともう一体やね。何やったかな？いちいち覚えてないね。このままいきます。このままいって、覇王昇降剣は使っていく。で、この量は、倒さないように調整。まあ、倒せないけどね。ちょっとバッドにしとこう。さあ、ここは。何がいたかな、あと一体。あと一体、あ、オロチクリスね。オロチクリスじゃ全滅は取れないでしょう。ヘビー D 打って、オロクリから、ジョーは倒せない。これでも、量で、ジョーは、うわ、倒せるの嘘やん。こんな無理やわ、全滅やわ。マジか。いやー、今のは、ジョーが生きると思ったけどな。ミスった。ミスったね。やってもうたね、これは。あー、オロチクリスがいたん忘れてたな。パオは分かってたんですけどね。これちょっとやってもうたわ。まあ、っていうか、ジョーが生きると思ってたけど、ちょっと甘かったね。やられたか。もう一回行こうじゃ。もう一回、時間多分結構あるんで、3戦目行きます。時間ないかな？ 2 戦で結構時間取ったかもな。もう一回でも行きましょうか。今の防げたな、ギースさんかな？先生取られた、また。ってことは、クラウザー出てる。ハイデルンか。まあ、クラウザーかな。ハイデルン強いな。これはハテナにいいキャラいそうだね、いっぱい。ラルフ？傭兵好きもしかして。これハテナにいいキャラいっぱいいそうですけどね。うん、最終ちゃうわ。イオリとシェルミー出ました。おお、ジョーもパオも結構いいよ。で、これは、まあ、最終は欲しいかな。最終とビリーあたり、防御。で、いきましょうか。結構キャラはいいっすね。向こうのハテナにもいるけど、割とこっちはいい感じのキャラやから、向こうのハテナ次第。マチュアとキングか。頭はアテナ。ブラウザー。これでいこう。これで結構いい感じっすね。ビリーよりジョーかな？ビリーよりジョーな気もするな、これ。そうやね。ビリーよりジョーやな。こういっとこう。ジョーを頭にして、いや、ちょっと、やっぱアテナか、頭は。これでいきます。点数か、頭。あ、ハイデルンや。ハイデルンやから、ちょっと防御型は起きにくいな、後ろ。よし、スキル出ない。うわー、めっちゃ減る。マジっすか？そんなに？そんなにか。こっち行こうか。クラウザー、マジや。マジか、スキル。出るもんやと思ってたわ。点数はでも肉まん、このタイミングじゃ多分食わへんね。あ、食うか。前出しやったら食うな。で、これは、ジョーは、ここはアテナで回復できるんで。ハイデルンスキル強い。めっちゃ減る。こう行こう。お、クラウザーいいね。クラウザーいいっすよ。このアテナは使って、ジョーも使う。次、オロチシェルミゲージ溜まるね。ここで。この件数は叩いていこう。さあ、ブリッツボール。ブリッツボール。これ、ダイモン前かな。ダイモン前にして、3ターン目。次、キングとダイモン使えるんで。うわ、ハイデルン強いって。キングとダイモン、ハイデルンもあれか。溜まってるか。そしたらこういこう。お、ダイモン防いだ、これ。そしたら、オロチシェルミー使わん方がいいな。こういっとこう。オロチシェルミー使わずに、ブリッツボール。キングは使いにくいよね、これ必殺。でも使わないと倒せないんで、使ってくるかな。
キングは、うん、ハイデルマ使ってきた。お、オロチシェルミアとあんまダメージないね。キングは使ってきた、サイレントフラッシュ。これでアテナもやられて、ここはもう全滅を狙っていけそうやな。でもこっちも全滅狙いにしていこうかな。うおー、危ねえ。ケンスそれ強いわ。そんなにダメージ取った。ビリーか、そうやな、ビリーじゃちょっと頼りないな。でもまあでもビリー一旦出して調整していく感じかな。いや採取にしよう。いやあかんあかん、ビリー採取やったらスキル次第で倒してしまう。こういって、うん、これいけるよね、さすがにブリッツボール。ギリギリ危ない、ギリギリやな。あ、このまま来たか。ハイディルンあたり前にするかなと思ったけどね。ダブルストライク、そしたらもうこれは全部いきましょうか。イオリでギガティックサイクロンで多分ね2体倒せるんですよね。そうなるとゲージ回収できると思うのでこれでいっとこう。さっきビリーやな、これは。さっきビリー打って、あーケンス倒す。うわ倒してる、マジか。それやったらもうさっきギガティックサイクロンやったな。うわー減ってもうたかな、これは。でイオリからの、クラウザーなんですけど、どうかな、全滅微妙かな。ギガティックサイクロンいけると思うんですけどね、多分。あ、いけるね、これはいけるわ。クラウザーが、なんとかいけましたね。クラウザーのおかげでなんとかいけた。ただ今のはビリーで、ケンス倒さずにギガティックサイクロンで両方倒して、怒り回収あるんで、あれ、ギガティックサイクロンで敵を倒すと怒り回収っていうね性能がついてますから、それで2回撃つつもりやったんですけどね、まあそれがちょっと無理やったんで焦ったんですけど、なんとかねいけましたね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。